前回のおさらい。塩基により新たに生み出された新人類、知能を持った最初の地球人であるアダパ、そしてアダパの元に生まれた双子のカインとアベル。ニビルから羊と穀物の種子が持ち帰られ、カインは農耕、アベルは牧羊を教わることになる。これにより食料不足などの問題が解決するはずだったのだが、カインがアベルを殺めてしまい、またもや窮地に追い込まれてしまうアヌンナキたちなのだった。カインは流刑されるときに罰の一つとして二度とヒゲが生えないように処置を施された。その理由は新人類として不完全だという証を残すためだった。しかしそのカインが遥か先の未来にある地域で栄えた文明の祖となることは誰も知る由もない。アダパの6世代目にあたる男の子が生まれる。彼は他の子とは違う非凡な才能を発揮していた。その才能を目にした塩基は自分の名前から塩基目という名前をつけた。塩基目は新人類誕生以来一番頭が良く、その才能にアヌンナキも目を見張るほどだった。塩基目はアヌンナキの歴史を教えられたり、塩基の指示によりマルドゥクと月へ行き、月や地球について教えられていた。マルドゥクは父塩基に気に入られている塩基目にまたも自分の地位が危うくなるのではないかという危機感により、塩基目から月の構造についていろんな質問を受けたが、詳しく伝えずあしらうように質問に答えていた。しかし頭のいい塩基目はマルドゥクの適当な回答を頭の中で組み立て、ほぼ完璧に理解するような優秀な人物だった。塩基目は地球に建設された宇宙船基地にも訪問した。その宇宙船基地の司令官であるウツにも面談できるような存在だった。宇宙船基地についての話をしているときにウツはこう言った。っていうかさ、なんでパピルス使てんの？おめえ頭ええのにやってることをケンタウルス以下やな。とにかくもうそれダッサいから、もう今後はピニボータブレット使えや。と言って宇宙船基地にあったとても薄い透明なガラスの板のようなものを渡された。説明しよう。ピニボータブレットとは正式名ピニールボディータブレットという。このタブレットはその板を手にし、自分の頭で想像したことをその板に映し出し記録していくこともできれば、アヌンナキがテレパシーで送った情報もそのタブレットに表示することができた。そしてさらには自分では気づいていない直感で感じたことでさえも読み取り表示し記録をしてくれるような装置であった。この装置を手にし実際に使ってみて、その高度な技術に感動した塩基目、寝る時も肌身離さないような相棒になったのであった。このタブレットの名残として現代におけるバチカン市国の美術館の中庭にあるモニュメントが飾られていることを知る人は少ない。その後平穏な時間は長く過ぎていった。アダパは自分の人生が終わりに近いことを悟り、家族や子孫を集めるように言った。家族や孫たちが集まるとアダパはカインを探した。しかしカインは追放された土地に住み、ここには来れなかった。アダパの家族は塩基に父アダパの死の前にカインにどうしても会わせたいと懇願した。そこで塩基は教育係だったニヌルダにカインを探し出すように指示をした。アダパはカインとカインの弟を自分の横に座らせた。カインが右に、弟が左に。アダパは目が見えにくくなっていて、彼らの顔に触れ二人を認識しようとした。カインにはヒゲがなく、弟にはヒゲがあった。アダパは左にいる弟の頭に右手を置いて彼に言った。お前の遺伝子を継いでいく者たちはこの先のどんな惨禍をも生き残るだろう。次に右にいるカインの頭に左手を置き、こう言った。お前の子孫からいくつもの国家が生まれ、
おのおのがその領地で繁栄することであろう。二人へこのことを伝えると、アダパは息を引き取った。この場面は世界で最も布教されている聖書の一部の状況と非常に酷似している。こうして多くの子孫に見守られ、初めて新人類として老衰を迎え、息を引き取ったアダパ。新人類は寿命が短く、アヌンナキのようには生きることはできなかった。アダパは約5万8000年で老衰を迎えたのであった。